execution. モーニングルーティーンを撮ろうと思って、寝起きは元気がないなと思ったのでアフレコにしようかなと思ったんですけど、ちょっとお風呂上がって今徐々に目が覚めてきて、今からちょっとちゃんと喋ろうかなと思います。シーザーサラダが最近好きなんですけど、シーザーサラダを買ったので今から食べたいなと思います。なんかマンゴーとココナッツミルク使った台湾じゃないや、香港のデザートらしくて、それを気になるので飲みたいと思います。あ、美味しい。色落ちしてたので染め直しました。美容室に行って、私の青い夏っていうAmazon プライムの海外ドラマがあるんですけど、シーズン2が配信されて、それを見てました。朝からいただきます。うん、うまい。 MBTI 診断あるじゃないですか。答えていくやつの内容が変わったっぽくて、質問変わったし、変わってるかなと思って。 MBTI がで、やってみたら全く同じの出たんですよ。 ENTJ っていうやつ。あ、やっぱ自分これなんやと思って。人見知りするから内向型なんかなとか思ってたんやけど、シンプルに人見知りするだけで結構友達通る時間とか好きやし、なんか一人の時間も好きやけど、多分一人の時間よりは人と楽しいこととか共有してる時間の方がどっちかって言ったら好きなんかなって感じするし、友達はどっちかって言ったらいっぱい欲しいなっていうタイプやから、あ、私そう思ったら結構社交的なんかなと思って。ジブリの映画あるじゃないですか、夜友達と見に行こうっていう約束をしてて見に行くんですけど、公開まで予告とかも一切なくて、で気になって実際今日見に行こうかなって思ってて、なんかここなんか虫刺されみたいなプクっていうのができて、なんか治ってきたなと思ったところでカミソリでヒゲを剃ってたら、ちょうどここわざと狙ったんかぐらいここをなんかグイってちょっと行ってしまって、でそれが2日前ぐらいの話なんですけど、ここは気をつけようと思ってヒゲ剃ってたら、また同じところを2回もカミソリで剃ってしまいました。学べ、マジで。ドラマの続きを見ます。昨日の残りの昨日の夜食べてたやつの残りのポテトチップスめっちゃでかいやつ、これをちょっと食べたいと思います。2話目に突入しました。私たちの青いやつ、あ、消えた。うん、懐かしいこの曲。
クリスマスいいな。もう一回横になりたいのでちょっと寝転びます。うわ、なんかこういうの見てるとすごい海外のなんか生活憧れる、憧れます。うわ、そうや、 YouTube の編集をしないといけないので、にゃん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 言ってます。動画で今から、今編集してる動画は、あの今撮ってる動画より多分後に公開されるんですけど、それも楽しみにしててください。朝余裕、時間に余裕があるときはずっとダラダラしてます。やらないとあかんことはやってって感じです。出かけるのもなんか最近メイクするのめんどくさいなって思ってするんですけど、え、誰？はい、なんか届きました。開けちゃう。開け方やば。あ、これずっと楽しみにしてたリップバームです。やった。韓国のメイクさんが開発したここのグローティントバーム、これめっちゃ楽しみにしてて、なんかリンゴバームみたいな呼ばれてるっぽくて、わお、皆様に一番最初に、うわすげえこれかっこよ、見て、いくでいくで、なにこれすげえかっこよ、皆さんに一番最初にお見せしたいと思います。わ、こういう時のさ、あの一筆目というか一発目ってすっごいもったいないなって感じしますよね。あ、結構行ってもうた。うわ、どうせならちゃんとメイクしてる時に使いたかったんですけど。え、めっちゃいいやん。いいな。めっちゃ良くないですか。このなんか欲しい感じのツヤ感が超、うわ、これ神アイテムやな。これ次の撮影の時に使おう。急になんかインターホンになってから誰かなと思ってびっくりしてた。普通に怖い人かと思った。なんか最近学んだ、よく SNS とかで流れてくるコンシーラー、なんか風にしたら顔の何形が良くなるみたいな見たのでやります。分からん。何が違うのか分からん。用意してます。さっき見てた海外ドラマを見終えて、なんかあれ今3話までしか配信されてなかったんですけど、ほんまは8話あるらしくて、シーズン2がで3話までをいっちゃん最初に配信されて、4話以降は1週間に1回週1で配信されるみたいな感じらしくて、めちゃくちゃいいところで終わって、あと1週間待つの大変だなって感じです。用意していきます。セットアップに着替えました。最近はもうめちゃくちゃ暑いので、タンクトップにシャツをよく着るスタイルが多いです。イイ、昨日美容室でトリートメントしたから、そんなにまだ今日はマシなんですけど、寝癖とかも
いつもはほんまに寝癖がもっとひどくて、まあ、今日もなんか前髪らへんはちょっと多分さっきお風呂に入った時とかにくせ毛になったので、それをちょっとストレートっぽくして前髪をちょっとだけセットしたいなと思いまーす。気持ち悪いちょっと自分で言って自分で気持ち悪いって思ってしまった。くせ毛を直します。動画とか見てくれてるメンズの方で髪の毛のセット教えてほしいですって聞かれるんですけど、ほんまに自分でやるの超下手で全然何もこだわってなくて、なんかその日の髪の毛のコンディションでいい感じにセットします。今日はなんか前髪がちょっとだけ、これ何もこうやってないんですけど、なんかいい感じやん。これをうまく利用して髪の毛をセットします。後ろもね結構枕とかで寝癖がつくから、ちゃんとちょっと自然な感じに作りたいときはオイルのワックス、前髪とか崩れへんようにしたいときはこのベッドの方を使うんですけど、今日はちょっと頑丈に、外出たら汗とかかくし風とか強かったもね、わーお、すごい粘り系すごいですね。スライムみたい、ちょっとだけでいいんで、わ、練り飴みたいこれをもうちょっと手に取って、うわ大変、前髪のなんか作りたい、一旦ちょっとこうやってつけてこの毛の流れを作りたいので、ここをまずこうやって手ぐしで立たせてから中の毛を前に行ってきます。今日めっちゃいい感じじゃない。ここはほんまに絶妙なバランスで、いつも自分との戦い、いい感じ膨らんでくるんで、時間が経ったら押さえて、で基本なんか後ろとか横は、まあ、軽くつけるだけで、この黒色が一番好き。いきます。え、全然出やんケープやるやる詐欺。え、出やんねんけど、なんで、どういうこと、え、勝たない。あ、出た。うわっ、でこいった。こうやって動いても崩れへんように、ここはほんまにいつも風と戦うから、あ、いいんじゃないですか。どないですか。こんな感じでほら崩れへん、こうやってもうこうやって振ってこうやって振っても、ここだけちょっと気になる。はい、道を横も、はい、完成。今日はちょっと服装に合わせてアップルのヘッドホンをつけたいなと思います。ピュン、あ、めっちゃ似合うじゃん自画自賛すぎ、めっちゃ合う今日のコーデにめっちゃ似合うって、ルラボのアナザー13。これは結構香りが強いから、こうねいっぱいつけて OK、 はい、完成でーす。